So as you can all see, these numbers clearly indicate that Japan produces the largest amount of incest-themed adult videos of any country in the world by more than 10 times. As a sociological phenomenon, we have to ask ourselves, what conclusions, if any, can be drawn here? Well, a good starting place might be the man who coined the term Oedipus complex in the first place, Sigmund Freud. Freud pointed out that the Oedipal stage can be identified to varying degrees in most healthy adolescent males. What's important to note for our particular study, however, is that in his clinical data, Freud observed that prolonged Oedipal tendencies on into adulthood are in fact an indicator of repressed homosexuality. お父さんは2年前から東京に単身赴任だし、元君と私は2人っきり。あの子ももう4回生だわ。ただいま。おかえり。学校どうだった？就活セミナー行ってきた？いや、やることが多かったんで今日は行ってない。そうなんだ。何時に帰ってくるか分からなかったからまだ作ってないのよ。ちょっと待っててくれる？この間見せた本読んだ？ごめんね、今日忙しくってやることがたくさんあって読む時間がなかったのよ。内容を教えてくれない？息子を分かるために難しい本を読むなんてなんだかね。あなたはあなたでしょ？あ、そうそう、明日は就活セミナー行く時間あるわよね。聞いてるの？聞いてるよ。僕はただなんでみんな仕事を得て社畜になることを人生の目的にしてるのかなって思うんだよ。誰もあなたに奴隷になれなんて言ってないわよ。今まで一生懸命勉強してきたんだからあと少しぐらい頑張れるでしょ。どうするつもり？院にも行きたくないし研究者にもなりたくないって言ってたけど。やめてよ、もうそれ以上言わないでくれよ。この話はしたくない。でもなんかやらなくっちゃ。やりたいのはそれだけじゃないでしょ。お母さんは元君のために今まで一生懸命頑張ってきたんだから、やりたいのはコンピューターと本を読むことだけだなんて聞かされたら怒りたくもなるわよ。そんなこと言うなんて読んでる本のせいじゃないの？母さんにわかるのかよ。読もうともしてくれなかったじゃないか。もし読んでたら母さんは自分の人生が意味のないものだって分かってたはずだよ。結局母さんが怖いのはこの家庭の基づいている価値観が単なるイデオロギーに過ぎないって分かってしまうことなんでしょ。そんな風に言うのやめてよ。イデオロギー、イデオロギーってこれは階級意識とかなんとかそんなものは関係ないの。あなたはただやる気がないだけ。もう晩ご飯いらない。気分が悪いって、彼女が大阪駅で電車降りた時、何か変だなって、
もっと早く気づくべきだったんだ。お兄さんに電話したらよかった。そうかもしれないな。それで最後、そういうのに鋭い人っているよね。兆しはあるみたいだし、わかるかわからないかだよね。そうかもしれないな。すみません、その T シャツドゥルーズですよね。そう。すごい偶然ですね。今ちょうどミルプラと読んでたところなんですよ。どこの大学ですか？大学には行ってないよ。本当？じゃあなんでドゥルーズ知ってるの？ドゥルーズ読んでる人がみんな大学行ってるわけじゃないよ。なるほど。さっき泣いてた？目が赤いよ。母さんと喧嘩したんだよ。みんな僕に何かしろって言うんだけどね。大企業に勤めろとかさ。でも僕は自分の生き方を決める前にもっと本を読まなきゃならないんだ。そうでなきゃ絶対に幸せになれないと思うんだよ。まあお母さんは本気で言ったんじゃないよ。これから言うことをよく聞いて。いろいろ知ってるんだね。僕もいろいろ考えてるんだよ。人生の意味って幸せを感じられるかどうかだよね。そうかもしれない。まあ働くのは別にいいんだけどさ、ただ自分が自分らしくいるまま収入が得られたらいいなって、それだったら幸せだろうなって思うんだ。もし幸せだけを求めるならもっと簡単な道はある。ついてきて。どこ？僕の言う通りにするんだ。幸せになりたいんだろう。ああ。目を閉じてリラックスして瞑想を始めよう。
僕は道具を準備する。その間に君が目を開けないことはとても大事なことなんだよ。あんな大企業に就職できたなんて本当に良かったわ。きっと面接でのあなたがぴったりの人物だって思われたんじゃない？うん。ケン君、今日は遅くなるの？なるべく早く帰ってくるよ。じゃあ今日の夜またマッサージしてくれる？うん。いってらっしゃい。行ってきます。あ、新聞忘れた。一日頑張ろう。